こうなった。ああ、武蔵はこの何か行くのか、より。ああ、止めてくれるな、セイバー。言っても聞かぬ頑固者を誰がこれ以上止めるものか。だが、その代わり、誓え、必ず生きて戻ってくると。君にはまだ叶えるべき願いがあるはずだ。違うか。元より、道半ばで倒れるつもりは毛頭ない。俺を信じろ。必ず、なら。セイバー。ん？俺が戻、お前を。聞こえ、ギ、筋、先の戦いで、義に残ったも、これ以上の格、ダメだ。そこ、御所、いや、頼む。ならば、一度だ、特別もっと、ありがとう。では。いざ、尋常に勝負。澄み渡る火の方、あたしが呼んだのか、英月が呼んだのか、はたまた武蔵ちゃんが単にやってきただけなのか、ともあれ、妙な巡り合わせがなかった。この勝負はなかった。なんて考えもしたけどさ、あの二人ならいつかどこかで巡り合って、また果たし合いを始めちまうかもね。そうかもしれない。剣の頂きを目指したのかな。剣士を敗北し、相手を認めるがゆえに勝負をつけることは避けえなさるのか。せや、鬼が白道、せや。見よう見まね。もらった。見よう見まね。なるほどね。弱いなどとは言えんな。やっ、よ、こんな感じ。真っ向勝負。
危険。ツバメ返し。これは負けかしら。それの二刀流とは恐れ入った。私でさえそんな手は考えない。まさに絶好絶技、あっぱれな天衣無縫。見事なり宮本伊織。でも宿敵の秘剣を使うとかひどすぎない？それって師匠の二股じゃん。男武蔵にちょっと同情しちゃうな。師匠。さーて、そろそろ行くとしますか。ありがとう。良き戦いでした。より。サイバー、眠るにはまだ早い。後始末が残っている。より。ああ、ようやくだ。ようやくここに栄月の儀が終わる。ああ。いや、待て待て待て、本当に。所詮は作られた命だが、それゆえに問わずには折れない。なぜと。乱世は、血煙の時代は終わった。人々は口を揃えてそう言うが、
すべてのものが安穏と生きてゆけるわけではない。教えてください、総意見先生。なぜ人の世はかくもいびつなのですか。歪みを正すには奇跡にすがるより他はなく、そして奇跡は二度とつかめない。ならばこそ私は。かの夜、青年の平穏は終わりを迎えた。月に誘われ集った者らと刃を、声を、心を交わし、散り様を見届け、夜道を見送り、そして今、月満ちし時、彼は願いを叶えんとする。目覚めたか、小説。そうか、私はまた。おい、まだ起きるな。カヤの手当てが無駄になるだろう。まだ休んでいろ、か弱き者。分かっている。一度ならず二度までもあなたの世話になるとはな。小説、貴殿はなぜ俺をかばった。わからない。ただそうだな、あの時我が胸を焦がした凶行が次なる一手を示すしるべとなった。そのように今は思えてならない。しるべ。そんなことはどうでもいい、良い小説。何故とは問わぬ。今は貴様に礼を言わねばならない。
イオリを救ってくれたからな。ありがとう、タ。礼は不要。私は私が望むまま動いたに過ぎ。しかし、これほどまでに癒えぬ傷とは、知恵も目、大層な置き土産を残してくれた。傷？私は波の人ではないからな。傷の治りは早いのだ。多少の傷はたちまちに癒える。私はそのように作られている。なるほど。傷を負った後、涼しい顔で上野に現れていたが。ああ、あの傷は浅かったからな。ライダーと示し合わせ、深手にまでは至らぬようにしておいた。だがこたびはな、知恵門の炎、ここまでのものとは。ああ、さっきも言ったぞ。これは私が望んで受けた傷。どうか気に病むな。あなたは、あなたがなすべきをなしてくれ。かたじけない。小説の尽力、無駄にはしないと俺は誓おう。セイバー。ああ、器を立って義を終わらせるぞ。始めよう、より。では英月の器を。結界が破られたか。何者？この襲撃、もしや。いや、久しいな、より。ああ、いや、久しぶりというほどでもないか。別れ際にまた会おうとは言ったが、結局俺の方から会いに来てしまったな。な、テイ・セイコ。オノがアーチャーを失って義を降りた、そう捉えていたのだがな。何故貴殿が。なあ、イオリ、英月を俺に譲る気はないか。無論相応の礼はさせてもらうつもりだ。譲る？我が国は今、侵略によって滅びようとしている。幾千万の人々が抑圧と支配に抗い戦っている。はっきり言ってひどく不利な戦いだ。多くが死んだ。敵に下った将も少なくない。だが英月があれば、万能の願望機が掌中にあれば話は変わる。この戦況を覆し、中原を奪還することさえ叶う。かつてお前は江戸の平穏を守るために戦うと言ったな。俺もそうさ。そうなんだよ、似たようなものだ。主のため、民のために、友のため、我が子のために、戦乱なき太平の世を、民を取り戻したい。テイ、貴殿の思いの強さ、深さ、俺とて承知の上だ。だが英月は人の世にあってはならない。そのようなものにすがるべきではない。人として己が正しくあろうとするのならば。見事、
この後に及び、いまだ清廉潔白を口にする、あるいは気高いと言うべきかな。どちらにせよ大したものだよ、宮本伊織。だが人としての正しさ、それは何だ。ただ黙して略奪と屈辱を受け入れることか。お前の告げる言葉はまばゆいが、卑怯、太平の世に生きる者の見る夢に過ぎない。清きまま、正しきままで救えるならば、この俺とて英月などを求めるものかよ。どうあっても英月を求めるか、定成功。無論お前に英月を渡す気がないのなら、もはや何をも言うまい。無念だ、伊織。やれ、キャスター。来るぞ、伊織。キャスター。土帝はすでに死した。その上で、いまだ写しをにとどまっている。ならばキャスター、斧がマスターを乗り換えたか。そうして途絶えた魔力を取り戻し、うつしおにとどまったか。なるほど、道理だな。キャスターごときが少子、セイバーの耐魔力を知らぬわけもなし。今すぐに切り捨てて。ヤマト。へえ、そうか。人は、人類は、お前をそのように定めたのか。その剣が、雨の村雲の剣。にしては、いささか神器が弱い。なるほど。刀身を鞘で覆い隠しているな。せいぜい気をつけろよ、マスター。あれは日の本随一とも言える神殺しの英雄だぞ。人を殺し、怪異を殺し、神々を殺す征服者、兄さえ殺すオウス、すなわち人類に刻まれし神明、ヤマトタケルの御事。何者だ。千里眼、いいな、そんなものではない。貴様、私のことを知っているな。そう、相性の問題だよ。英雄はその存在を語り継がれ、伝承されなければ人類に刻まれることはない。僕の記憶がお前を英雄たらしめた。僕の言葉がお前を人類に刻みつけた。その僕がお前を知らないわけがないだろう。キャスターはいわばまじない師の霊気。魔術に抵抗を有する三騎士には弱い。だがあれなるキャスター、なぜか私を知っている。嫌な感じだ、より。おそらく英霊としての私の弱点をついてくるぞ。ああ、そのようだ。だがここは危険、カヤが待っている。今や敵はすべて打ち倒すのみ。セイバー。無論。
ヤマとタケル、僕が記録したおぞましき剣士、これも縁か。我が名を呼ぶな。油断さ、甘い。捕らえた。め返し。宮本伊織とか言ったか。我が主に何やら聖堂を説いていたが、お前聖堂にさほどの興味はないな。お前その本質はまるで。耳を貸すな、伊織。君のあり方は君自身が決める。私自身も私が決める。征服者アニサを殺すオウス、それがどうした。余人がいかに語ろうとそこに私はいない。私は私であると魂が知る。ことの葉ではつかみきれんか。対魔力だけではないな、ヤマトタケル。僕の記録の枠を超えるな。僕を苛立たせるな。人を超えた化け物め。なぜ人理の影ごときが己を疑わぬ。なぜ人理の影ごときが己を保つのだ。なぜ。そこまでだ、キャスター。戦場で無駄口を叩くな。はっ、冷めたものだ。いや、お前は酔えないのか。だが確かに潮時というやつだ。僕もそろそろ目的を果たすとしよう。逃げるか、キャスター。来い、出番だな。ぜっ、流行るな、セイバー。怪異を倒し後を追う。受けてみろ。もらった。気は熟した。力を借りる。出番だな。我らが刃突き立てる。受けてみろ。まったく見事な腕前だな。だがこたびの戦、俺の勝ちのようだ。器悪いな、より。恨むだけ恨め。全ては陛下の国を取り戻すためだ。器を、伊織。追うぞ。待て。頼む、私も連れて行け。しかし、貴殿。傷は未だ深かろうに、死ぬ気か。二だと思えば好きに打ち捨ててよい。所詮我が身は短命の定め。総意見先生は力を尽くしてくださったが、そう長く持つものではない。だが、だからこそこの魂燃え尽きるまで諦められぬ。
ライダーを失った。家ぬ深手を負った。我が手で、望みを叶える術はついえた。が、それでも、私はまだ。小説。あの時、私に触れたあなたの手は、温かかった。とても、温かかったのだ。作られし我が心に、また一つ、思いが芽吹いてしまった。今や、私は、自分で思うよりも、はるかに強く。あなた以外に、英月を奪われるのが気に入らんのだ。そうか。ならば小説、貴殿には見届けてもらおう。俺たちが英月を取り戻し、打ち砕く、その様の全てを。ああ、テイとキャスターは赤坂へ向かったはずだ。器を霊脈につなげるために。ならば急ぐまでだ。行くぞより。ああ、小説、行けるか。私はいつでも。
支度が整ったら言ってくれ。小雪さんは大丈夫なの？一人で歩ける程度にはなっている。お前の手当てのおかげだ。そう。